僕のね、勝負の企画が11月20日日曜日でありますから。何ですか？このメンバーで、クイズ番組やろうと思ってますので。あ、練習チャンネルクイズ。いいです。練習クイズだっけ？いや、ビジネス系のクイズ番組を、今回サンエイトに見積もり出してもらったら、なんと、制作費300万円です。高っ！すべてフル合成で、ネプリーグぐらいのクオリティでやります。マジで？300万円？はい、動画何本なんですか？よくわかんないけど、7、2本だよ。金持ちの本気のビジネスクイズ番組を、僕のフランチャイズチャンネルを伸ばすために、本気の金かけたビジネス番組、ビジネス前編後編みたいな。いや、でそれでネプリーグみたいにマジ合成するし、一つね、ちゃんとポイントはスーパー林くん人形を用意して、スーパーひとしくん人形のパクリね、わかります？だし世界不思議発見のやつ。そう FC チャンネルでやるんだ。で、あと横取り4ポイントみたいな、横取り40万みたいな、ね、商売わかんないかな。わかるよ。面白いよね。でさらに最後は優勝者なんと景品を出す。うわ、なるほど。いっぱいいろんなの、ね、景品ダーツで、アタックチャンス。パジェロとは言えないんで、最高級パジャマ用意しております。パジャマ。パジャマ。って言いたいで。でもね、ちゃんとね、みんなに参加のね、メリットを持たせるために、ちゃんと賞金10万円も用意してます。だから、トラベルと大違い。だから刺さったらマジで10万円だけど、だけど、すごく細くだよ。いや、違う、10万円こんくらいだけど、すごく細く、1等は、ちゃんと、パジェロ。お家でお肉1軒プレゼント。マジ？1軒1軒フランチャイズ。今日フランチャイズの無人お肉販売1軒をよ。あ、じゃ、細く用意しよっかな。めちゃくちゃよかった。だからワンチャン君たち毎月20万不労収入入るよ。赤字になるかもしれない。赤字になったらまあしばらくは固定してあげる。ダーツの練習しに行こう。だから、まずビジネスのクイズやつ。モスバーガーのなんか発祥の地はとか、なんかちゃんとビジネスでなんかちょっとさ、壁になる、やってポイントいこった人、パッジャーみたいな。やりましょう。ちゃんとたわしも用意してるから、たわしも。じゃあ、林さん司会やるんですか？まあ、それは僕が問題とか用意しなきゃいけないから。多分。楽しそう。林さんとなんか綺麗どころの女性で司会みたいな感じ。まあ、それも考えてるし、フランチャイズに関するクイズを出しちゃったら、解説席で、竹村さんが書いて、竹村さんがもう、イエローキャブの巨乳のタレントにお釈されてベロベロになりながら、いいね、解説されるとかでいいかなと思って。またお酒入ってくるから。いいね。竹村真っ赤っかやなみたいな感じで、ちょっとフランチャイズアピール。大丈夫、FC チャンネルは先生に怒られないから大丈夫。確かに。前編をトラベルで流したりとかして、なんかうまくこう、アクセスが、シナジーがあればな、みたいなことを勝手に思ってます。そんなに おかげかけたやつをね、トラベルで流して。どうぞ使ってください。それは嬉しいね。人が金かけるの時は、めちゃくちゃ笑っててみんなは。やったーみたいな。今日一の笑顔、今日一の笑みたいな。あー、いいよね。それただなのって。あんたが一番金持ちじゃない。なんであんたが一番おごられて喜んでるんだよ。いや、マジそう。といったところでお会計ですか。そうですね。もうじゃあ次行きましょう。今日コンクリートなジャンケンするよ。いや、大丈夫。こんなことでもう売られたくない。最近この人、ここは安いから俺出そうかなって。違う、このポジ。クソ高いもんだ。俺払わされてるから。安い時だけ出そうと。持ちよりも高かったから。食べに行ってて。結構参加しがちですもんね。ケチすぎて逆におごるっていう概念がある。ケチすぎて逆におごる概念。安いとこはおごっとこうとか言って。確かに、冷静に考えたら、なんで竹野内さんのチャンネルで、俺ら値段遠かったやつが払うみたいになってんの。俺ちゃんと払いましたよ。あれ、そういう手で実は竹野内さんが払ってるってことはないですか？完全に払った。払いました？払いました？負けた人あといる？完全に払った。払いました？自分の会社の領収書もらいました。マジか。手じゃないのか、あれ。手じゃないよ。当たり前です。まあ、スマ系なんで。今回もめっちゃ迷ったよ。ホテルで払ってもらうかどうか。ホテルで払ったさすがに。当たり横。やば。ケチやん。めちゃくちゃ受けてんじゃん。自分でね。自分で自分のケチさ具合にもう呆れて。笑いが止まらない。俺100億以上持ってんだよ。受けるっつって。やばすぎんなって。うるせえわ。マジうるせえわ。最高パスだわ。じゃあ出なきゃいいわ。じゃあ出なきゃいいわ。もう出なくていいわ。やだ、出たい。俺は話違うから。出たい。出たいんでしょ？小学校にこういうやついたっすよね。ちょっと金持った嫌なやつ。違うよ。出たいって思いがあるでしょ。それは、お金を払わないと本当は出れないんだよ。いや、でも待って。逆に考えよう。みんなで飛び出して、林さんを中心に新しいチャンネルがあれば、ちょっと待って、豪華な。全部豪華な感じになるよ。ギャラも出るかも。ギャラも出るかも。じゃあ俺も出るよ、じゃあ。ギャラもらえる、ギャラもらえるんだったら俺そっちの方がいい。あ、じゃあその分の。別にチャンネルは譲ってもいいよ。誰がやるかで全然ね、チャンネルから変わりますもんね、やっぱりね。変わるね。多分、
林さんがやった方がいい感じになりそうです。いやでもゴージャスすぎてギャップがないかも、ね、いや俺がやると関係でしかやんないからちょっとひどいかなって感じで、ちょうどいい庶民感でやるっていう。いあのさ、贅沢させるつもりないから、ね、先に言うところけど制作費知ってます？知ってます、知ってます。トラベル言っていいですか？何の制作費？トラベルの、無料じゃない、トラベルの制作費、はい、編集とか無料だろ。ああ無料だろ。無料なんですよ。いや知ってるよ、知ってます、うん、今ここで撮ってくれる人たちね、無給だった。え、無料やばいよ、ね、やばいよ、ケチの落ちてすごいんだから、そういうところすごいっすよね。え、それウィンウィンなんですか、ちゃんと配信と、まあ、撮影スタッフも今無料で来てくれてるし、うん、編集も無料でやってもらってるし、うん、って感じですかね。何を出してるんですか、お金の代わりに。竹野内さんのチャンネルを撮影できる、竹野内さんのチャンネルに携われるという。何様だよ、何様だよプライスです。その割には数字取れてないんだけどその割にめちゃくちゃ注文多いしね好き放題やらせたらいいのに。うだつの上がらないやつらばかりだからさ編集でやめるぞ、やめるぞ絶対。これも編集でね、殺意の込みがね5行ぐらい出てるよ、出てるかもしれないね、埋め尽くされてるかも。ケチのうちハゲのうちなんとかなんとかなんとか、はいはい、何気にお前が文句言いたいだけだろ今。いやいやいや全然全然文句だらけですよ。違うんだよ、文句と感謝だらけよ。